こんにちは。ゆばなこゲームチャンネルのなこです。今回はセレクションというフリーゲームをやっていきます。それではスタート。どういうゲームなのかは分かっていません。なんか見た目が良くて選んだんですよね。この作品はフィクションであり、実在の人物団体とは何の関係もありません。はい、0日目オープニング0。オープニングを見ますか？見る。女の子、かわいいですね。よ、はじめまして。私の名前は野々口克美。このゲームの主人公だ。短い間だけど、よろしくな。始める前に一つ、聞きたいことがあるんだけど。日常ってやつがどんなものか、考えたことってあるか？日常とは、選択ですね。ぬるま湯のように退屈なもの。手に汗握るサバイバルゲーム。日常サバイバルゲームか退屈、どっちでもないんですけど、サバイバルではないので、ぬるま湯で。同じだな。私もずっとそういう風に思ってたよ。何しろ私の14年間の人生は恵まれすぎるほど恵まれた日々だった。なんたって私の親父は大企業の社長で、お袋も絵に描いたようにいい母親だったし、可愛い弟の翔太も含めて家族4人プラス使用人で仲良くでかい屋敷に住んでたし、お金持ちだな。何もかもが順調すぎて、正直なとこ少々退屈なぐらいだった。まあそんな贅沢なことを思ってたから、罰が当たったのかもしれないな。これまで平穏な日常の陰に何があるかなんて私は考えたこともなかった。あの日までは。ん？何でしょうか。たったいまー、元気。あれ、お袋と翔太の靴がない。二人してどっか行ったのかな。お出かけですかね。お嬢様ー、稼ぐ。お嬢様大変です。おい、こら、アキコ、お嬢様はやめろと言っただろ。私はそういう柄じゃないんだ。そのようなことをおっしゃってる場合じゃありません、克美様。とにかくすぐにいらしてください。どうしたんだろう。なんだよ一体。すごいことになってる。なんだよこのぐちゃぐちゃの部屋は。奥様、なんということに。お袋がどうかしたのか。平明子、お袋と翔太はそれに親父を。私ならここだよ、かすみ。誰？あ、お父さんか。親父、隣の方を言って。私は思わず息を飲んだ。それは親父の顔が血だらけだったことよりも、その傍らお手伝いの鳴海の腕の中に1歳くらいの乳児がすやすや眠っていたからだった。誰？どうしたんだよその赤ん坊。それが、今日の昼頃にインターホンが鳴って、外に出てみたら誰もいなくって、周りにこの赤ちゃんと、それからこんな紙切れが。そう言って鳴海が差し出した紙に書かれたたった一行の文。あなたの娘真由をお返しします。あなたの娘、まさか。瞬間私の頭をよぎった3文字の言葉。タクシードマジっすか。もしかしてこの子親父の隠し子なのか。おい、どういうことなんだよ親父。別に落ち着いて聞いてくれ。親父は疲れた声で語り始めた。まず初めに言っておくが、これは私には全く身に覚えのないことだ。今この子と私が不死なのかどうか遺伝子鑑定を行わせている。その結果さえ出れば涼子も私の言葉を信じてくれるだろう。ってことはつまり、お福田は親父を疑ってるのか。実はこの子の血液型を調べさせたところ、私のもと完全に一致したんだ。え、でもだって親父の血液型って言ったら RH- とかいう、この国には滅多にないってあれだろ。そうだ、偶然にしては話がうますぎる。涼子はそう言って私をねじり、完全に逆ギをしてしまった。ああ、なるほど。じゃあこの部屋をぐちゃぐちゃにしたのって、まさか
良子奥様です。あの穏やかな奥様があれほどまでに荒れてしまわれるなんて、よっぽどありますね。良子はそのまま家にいた翔太を連れ実家に帰ってしまったんだ。初見、もしお前も私を疑うのならば母と弟のところへ行くがいい。私は無理に引き止めはしない。私はなるみの腕の中の赤ん坊を覗き込んだ。紙切れによれば、まゆとかいう名らしいその子は、私がこれまでに見た中で最も愛らしい赤ん坊だった。まるで天使か何かみたいに可愛らしい無心な寝顔。その時私は確信した。こんなに可愛らしい赤ん坊が親父の隠し子、つまり私の妹のわけがない。親父、私は親父を信じるよ。親父の潔白は必ずこの私が証明してみせる。だがそのためにどれほど過酷な真実に直面することになるのか、この時私は知る由もなかった。1日目、ムービングファースト。そして翌朝、私はいつものように登校した。さてと、学校行きますか。あー、カップルがいる。カップルだ。あれはカップルでは？おばちゃん、それにしてもあそこにおる金髪の二人はこの国の言葉が上手じゃの。いや、あれこの国の人間だと思う。あれ、長く生きとるといろんなものを見るの。そうっすね。カップルに突撃します。どこよここ、遊ぶとこ全然ないじゃん。うるせえな、ちっと方角を間違えたんだよ。マジで最低だから、うざいんだよてめえは。契約だな。一回ここでセーブ挟みますか。セーブして戻るのは追加。よし。特にいいもの入ってないな。あ、勝手にやっていいのかな。入ってないな。よし。おはようございます。おはよう、いつも元気ね。うん、だってまだ若いもん。そうやね、まだ中学生だもんね。ん、なんだろう、なんか間があったけど怖いな。その若さで今日も一日頑張ってね。怖いな、なんだろう、なんかあるな。中学校前のパトロールか。のどかな仕事なのは別にいいんだけど、俺が警察入る前に思ってたのとはなんか違うんだよな。ちゃんと警官の人がパトロールしてるってすごいっすね。ここの学校、甘やかされて育った坊ちゃん、嬢ちゃんが多いからかなり陰湿らしいな。何が陰湿なの、怖いな。これ学校ってことでいいの？霞市立霞西中学校、ここですね。じゃあ学校入りますか。おっす、おっす、元気だね。あ、かつみちゃん、おはよう。おはようございます、かつみさん。今日も一日平和に過ごせますように。一
人だけ仲間外れにされたり目をつけられたりしませんように。めっちゃ怯えてる。何についてな、そんなに怖い学校なの？ここめっちゃ怖いじゃん。辛いな。よし、ここは私の靴箱だ。靴変えなくていいの？もう靴変えてるっていう設定なのかな。設定とか言っちゃいかんよな。これは親友の一人の靴箱だ。ん？これラブレターってやつか？読みますか？いや、人のものだから勝手に見ちゃいかんでしょ。興味ないね。これは親友の一人の靴箱だ。相変わらず片付いてるなぁ。それでね、ひさひさ。うっそー。笑ってますね。あははははは。何話してるんだ、あいつら。あ、来たよ。え、何？何なんだよ。ん？これ今日発売の週刊誌だ。どれどれ？うん。うん。あ？なに？なんだ？堅物社長の意外な正体。野々口勝正氏の隠し子発覚だと？なんで昨日会ったばかりのことがもう記事になってるんだよ。しかも、何これ。驚いたことに、その雑誌にはあの赤ん坊、眉の写真までがしっかり掲載されていた。なんで？そんな、どうして？よう、野々口聞いたぜ。お前の親父さんも真面目な顔してなかなかやるのな。本当はあと3人ぐらいはいるんじゃねえの？親父さんの隠し子。こいつ、言わせておけば。何？バトルです。男子生徒との戦闘。戦う。攻撃せ潜在能力って何ですか？ランダ。連打だ。ランダかな。ランダします。はい。親父を侮辱するやつは私が許さん。覚悟はできてるんだろうな。なんかすごいすごい。力尽きた。戦闘で勝利。うぎゃー。消えたけど、男子生徒消えたけど、一体どういうことなんだ。そりゃいつかは学校にもバレると思ってたけど、こんなに急だなんて。すっげえ冷静に話してるけど、男子生徒一人消えたんだよ。大丈夫かな。とりあえずこの雑誌は隠しておくか。うん、この方がいいっすね。しかしその日のうちに噂は学校中を駆け巡り、あっという間に広まってしまった。なんということだ。よいよ、ルブクチ、お前の親父って、だぁ、やかましい。うがぁ。えい、泣くな、鬱陶しい。泣きたきゃ保健室で泣け。消えた。たくこれでもう10人目だぞ、10人目。いくら私が喧嘩の達人だからって、これじゃキリがない。なんとかして噂を立たないと。噂がどれぐらい広まってるんだろうな、わからないな。生徒、何？どうやら無視されているようだ。何？か、嘘でしょ？みんな無視するの？なんでそんな無視するんですか？お前は？お前、逃げてるな。ちょっとすごい逃げるんだけど、この人。ちょっと待って。君の妹ってさ、君に似てた？妹？私には弟しかいないぞ。鈍いなぁ、もう。例の隠し子のことだよ。君に似て乱暴な子じゃない？乱暴で悪かったな。すげえ短気じゃん、かつみ。でもなぁ、なんかすごい、あることないこと言われてるから怒るに決まってるんだよなぁ。かつみはかつみで強いし。勝ってしまった。冗談です。消えた。霞西中新聞、怪奇謎の黒装束軍団。先日より放課後や早朝の学校内で黒装束を着て不思議な集団が多数目撃されている。彼らの総数は一説によれば30人とも40人とも言われ、主として1階の保健室付近で目撃されることが多い。しかしこの件に際して保健員及び職員室は沈黙を続けている。彼らに関する有力な情報があれば新聞部まで。なんか知ってるけど隠してるってこと？なんで隠してるんだろう。
こいつすごい逃げてる、やめよう。あ、すごい無視されてる。むかー。なんだよ、お前は。やっぱし金持ちは隠れて悪いことしてるもんだよな。お前の親父なんかそのいい例じゃねえか。なんだと、思いっぺん言ってみろ。あ、やばい。めっちゃバトル申し込むじゃん。あー、覚えてろ。あー、絶対に消えるんだ。本の選び方を書いた本の選び方、わけがわからん。本当に2000年度教育白書。あ、難しい本読んでるな。どうやら無視され、人の読書中は話しかけないのがアレルギーよ。よっぽどのことがない限り。あ、無視されてたわけじゃないですね。あ、よかった。え、むか。なんだよ、女の子はみんな無視するな。男子はなんか言ってくるな。男子に言うと戦闘になるから、ちょっともう話しかけないとこ。今質問中なの、後にして。お前の数学、あれはどうにかならんのか。どうにもならないから先生に聞いてるんじゃないですか。どうにもならない数学、気持ちはわかる。うん、今日は一体何十人怪我人を出たことやら。すいません、保健の先生が困っている。いや、困らせてるのは私なんだけど。指導室とパソコン室、パソコン室、あ、パソコン室だ。もうちょっとこのパソコン古くない？最新の OS より4バージョンも前のじゃないの。古っ、何のことやら。RPG スクールって面白いよな。何それ。パソコン部はそんな噂とかしてないですね。我がパソコン部はただいま女子部員募集中。あ、君はいいよ、どうせほとんど男子同然だし。ほー、殴る気、時間の無駄ですよ。今日のところは見逃しといてやる。ん？指導室ですね。ほら、布口、ここは勝手に入っちゃいかん。すいません。ん？どうした？スプレーの上にはなぜか内申書が載っていた。覗いてみますか。当然。かつみちゃん、どうでしょう。あ、見るんじゃなかった。そんな悪かった。やば、難しそうな本ばっか。かつみちゃんは勉強苦手っぽいですね。みんなに無視されてるからいいや。お前もどうせ無視してるんだろ。女子生徒、女生徒は険悪な表情でこちらを睨んでいる。なんで？なんなんだよ一体。なんか悪いことしたかな。あ、ちょっと野々口さん。あ、呼び止められちゃった。え、ああ、保健委員の香川か。なんか用？何か用じゃないわよ。あなた一体どういうつもりよ。あんなに多くの男子に怪我をさせて、おかげで私たち保健委員は昼休みが全部潰れたのよ。だあ、昼休みぐらいでガタガタ言うな。悪いのはあることないこと言いふらしまくるあいつらの方だろうが。私が正義の怒りを爆発させて何が悪い。何が正義よ。図星だから怒ってるんでしょ。なあ、私も聞いたわよ、例の噂。まあ、あなたみたいな自分勝手な人のお父さんなら隠し子の一人ぐらいいても不思議じゃないわね。あなたは本当のことを指摘されて逆ギレしてるだけ。違う？あー、何その言い草。今度という今度は本気で切れた。香川、てめえ生きて帰れると思うなよ。ちょっと私をどうする気？どうもこうもあるか、お前を保健室送りにしてやる。キャッ、誰か。そこまでだ、誰だ。おお、誰？香川さんに手出しするものは我々が許さん。さあ、香川さんは今のうちに。香川様、一体何者だよお前ら。よくぞ聞いてくれた。我らはこの学園の白衣の天使、保健委員の皆様を陰ながらお守りする者、その名も保健委員親衛隊。お前らだな、新聞の新聞に載ってたやつ、お前らじゃん。保健委員親衛隊、いつの間にできたんだよそんな怪しげな団体。あ、怪しげだとは失礼な。しかもよく見れば貴様、
2年 B 組の野々口かずみではないか。己野々口、貴様一人のために毎日保健委員の皆様は怪我人の看病に追われて、ここで会ったが100年目、保健委員の皆様に代わって成敗してくれるわ。いやー、いやー、4人もいる。お、赤、青、紫、大々、戦います。もうこれしっかりと終わりましょう。赤からやるか。はい、赤尾様のために、保健委員の皆様のために、そしてこの学校の平和のために、野々口か貴様を倒す。大げさな。はいはいはい、やってみよう。よし、よしよしよし、これでいい。よし、オッケー。包帯手に入れた。さすがだな。さすが保健委員親衛隊。保健室親衛隊か。うー、我らが破れるとは。そりゃそうだろう。黒装束の中身は普通の男子生徒みたいだし、それじゃあ私に勝てなくて当然だ。でもこれでまた香川さんに見ていただける。まあ何はともあれ、これで改めて香川のやつを殴りに。甘いな。そろそろ我らの別動隊が到着する頃。別動隊って、別動隊。そうだ、勝ったと思うのはまだ早いぞ。野々口、いでよ。ちくり隊。何、先生こっちです。あー来たなー、あー来た、こう開いたー。これは野々口、またお前か。そうなんです先生、僕たち何にもしてないのにいきなり野々口さんが襲ってきたんです。私は猛獣か。まったくお前はいつも問題を起こしおってから。野々口、お前は指導室に来い。説教部屋？マジかよ。教師の説教は延々3時間を続いた。自分の何が悪いのか、ここでしばらく考えてろ。反省したら出してやる。